こんにちは。今日はユーフォルビア大雲閣の胴切りをしてみたいと思います。まず状況ですが、去年の秋に、こちらの小さい方の株ですが、鉢ごと倒れてしまって頭が取れてしまいましたので、その頭は、涼しいところで1ヶ月ぐらい、乾かして、挿し木しました。ですので今は、順調に、育っています。で、問題は大きい方で、大きい方は、今年の寒波でと強風の時に、頭の方がとろけてしまいまして、今こんな状況になっています。ですので今回胴切りをします。で、胴切りの方法なんですけども、道具としては、こちらのカッターを使います。カッターはあらかじめ、きれいに洗って、それから使います。それと、今試しで切ってみたんですけども、カッターでは切れませんでしたので、今回はこのノコギリを使ってまずはざっくりと上の方を切り落としてからカッターで整えたいと思います。では始めます。あとは切り口の部分をカッターで整えていきます。非常に硬くて切りにくいんですけども、よし、この辺はちょっと腐ってるのでちょっと切り落としていきます。よし、切れた。で、この白い樹液ですが、これは、皮膚などに触れるとかぶれます。で、この樹液は、キッチンペーパーなやティッシュなどで、拭き取ります。見ていただくと分かるんですけど、まだ茶色い部分が残ってますので、もう少し切っていきたいと思います。樹液が出なくなったら、それで、完了です。あとはこのまま、涼しいところに置いて、しっかり、切り口が乾くのを待ちます。そうすると、脇からまた、小株が出てくるようになりますので、それを待ちます。今日は大雲閣の胴切りについて動画をアップしてみました。最後までご視聴くださいましてありがとうございました。